今日の予算委員会では最初に被災地で切実となっています医療や介護などの負担免除措置の打ち切りの問題、また失業手当の打ち切りの問題を取り上げました。いずれも2月末あるいは8月までには打ち切りが行われるものに対して、被災地における皆さんの運動もあって医療介護の免除措置の継続は一定程度図られることになりましたけれども、医療や介護などの入院入所時にかかるいわゆるホテルコストっていうのは打ち切るままだ、こういうものについて強く延長を求めるとともに、被災地において本当に復興を図るんであれば、失業手当の延長を行うことで、肝心の復興の時に水産加工業の働き手あるいはその地域の雇用の担い手の人たちが残ってこそ復興の道につながる、そのための失業手当の延長を求めました。残念ながら総理の答弁はあまりにも被災地に冷たい答弁であり、何としても現場の被災者の暮らし応援のために引き続き改善を求めて取り組んでいきます。次に取り上げたのが八ッ場ダムの問題です。もともと市民運動と力を合わせて八ッ場ダムは利水にも治水にも役に立たない無駄なダムであり、地滑り被害を引き起こす危険なダム中止を訴えてきたのが日本共産党です。こういった世論と運動に押されて、民主党も政権交代の時に八ッ場ダムの中止を表明をいたしました。しかしそれを覆したのが今の野田首相であります。で、その検証作業として推進に舵を切った、その検討の場、検証の場がどうだったか、その進め方について問うたのが今日の質問でした。で、中身を見れば、実際には都県の担当者が出席する幹事会という場も、その多くが国交省からの出向者が都県の代表として参加をする、結局は身内の国交省による検証の場でしかなかった。さらには大量の天下り法人に八ッ場ダム関連の調査業務、測量業務が発注をされている、そもそも八ッ場ダムに関わる調査、測量の妥当性が疑われるような事態にある、こういったダム利益共同体ともいえるような利権構造を断ち切るためにも、天下りの根絶、企業団体献金の禁止を求めると同時に、八ッ場ダムは中止しかない、そして八ッ場ダムのような中止、八ッ場ダムのような事業を継続しながらの消費税増税は認められないということを強く訴えたものであります。まあ、ぜひ皆さんからのご意見をいただければ幸いです。日本共産党の塩川哲也です。今日は最初に被災者支援策について、質問をいたします。今現在34万人以上の避難者の方がいらっしゃる、長引く避難生活であります。仮設住宅などの寒さの問題、結露の問題、健康悪化が心配をされます。失業、無収入、収入が大幅に減る、こういう状況に置かれているのが被災者、被災地であります。で、そんな時に医療、介護などの一部負担金、窓口払い、あるいは保険料といった負担の免除措置が行われてまいりましたが、この2月末で打ち切る計画となっておりました。まあ、寒さ対策もろくにやらないような仮設住宅を作っただけではなくて、寒さが最も厳しくて、病気や健康悪化の一番心配な2月末に、医療、介護の負担免除措置を打ち切るなどというのは、とんでもないことであります。このことについて、どうするつもりなのかについてお答えください。富山陽子厚労大臣。ちょっとパネル手伝ってあげて、パネル手伝って。前入って。今おっしゃいました中で、一部負担金につきましては、医療保険、介護保険では、福島原発事故による警戒区域等の住民の一部負担金の免除措置への財政支援、これは1年間延長することにしています。また、警戒区域以外の地域でも、無職や高齢者の方が加入する国民健康保険から後期高齢者医療制度、また介護保険の一部負担金の免除措置の費用について、これは9月末まで延長することにしています。
警戒区域等以外の地域につきましては、被用者保険も保険者判断で一部負担金の免除などの延長が可能で、中小企業の多くが加入する全国健康保険協会は9月末まで延長するというふうに承知をしています。からまた保険料につきましては、所得などの負担能力に応じて負担いただくのが原則ですが、無職や高齢者の方が加入する国民健康保険、そして後期高齢者医療制度介護保険の保険料につきましては、減免措置への財政支援を警戒区域などは1年間、それ以外の地域については9月分まで延長することにしています。被用者保険では震災により従業員に対する報酬の支払いに著しい支障が生じている事業所について特措法で平成24年2月までの間保険料の免除を行ってまいりました。被用者保険は震災等の影響による賃金の変化を適切に反映した保険料を付加する仕組みとしているので、保険料の免除措置については延長しないことにしています。また災害により直接に財産に相当な損失を受けたり保険料の納付が困難な場合には納付の猶予措置、これを設けている。このようにそれぞれの仕組みの中で低所得など困っていらっしゃる方のところ、あるいは警戒区域など地域で非常に負担の大きいところについては延長する措置を取らせていただいています。塩川君。今述べたような延長の措置は当然であります。その背景には被災地からの切実な要望があった、岩手、宮城、福島の県議会でも昨年10月から12月にかけてこのような医療費一部負担金の免除期間延長、これを求める意見書が採択をされ、免除措置を求める被災者の運動の広がりがありました。しかしそれでも免除措置の打ち切りの部分が残されております。例えば被用者保険の保険料や入院入所時の食事療養費といわゆるホテルコストの免除は打ち切られます。特養に入所されている方のお話もお聞きしました。石巻の被災者の方で60代近い男性の方、お母さんが認知症で被災前には一軒家の自宅で見ていたけれども、被災後には福祉避難所から特養ホームへと移ることになりました。隣のあくびも聞こえるような仮設住宅では介護は無理、今まで声をかけてくれたご近所の人もいない、こういう声を寄せております。このホテルコストを含めた月額の負担が約3万円にもなると言われています。で、免除期間を延長してほしいというのが率直な声であります。ぜひともこのようないわゆるホテルコストについても延長するというのは被災地被災者の現状を考えれば当然のことでありませんか。総理としてぜひ決断いただきたい。小宮山陽子厚労大臣。その入院時の食事療養費など今ホテルコストとおっしゃった部分ですけれども、これについては避難所にいらっしゃるときにはいろいろ配慮してきたんですが、もう避難所はほとんど閉鎖をされていて、皆さんその仮設などに入っていらっしゃる、そことの公平性ということもありまして、24年3月以降の延長はしないという形にいたしました。でそうした中で今おっしゃったようにいろいろな事情でその福祉の関係で援助が必要な場合にはまたそういった別の観点からまたご相談に乗れるような形が取れればいいというふうに思っています。塩川君。いや、公平性の観点とかって話じゃないんですよ。必要なのは被災地において負担能力を失っている被災者の方に新たな負担増を求めるような措置を行っていいのかと、このことが問われているわけです。新たな負担を求めるのはこの被災者の生活再建、ひいては被災地の復興の妨げとなる、このことを強く求めていくものであります。デイサービスの入所の方などもショートステイの利用も含めていわゆるホテルコストという部分がかかってくる、そういった方々も含めて今まで負担がなかったものが新たな負担増になるということ、こういう免除措置の打ち切りはやめるよう強く求めておくものであります。合わせて打ち切りという点で言いますと失業手当の打ち切りの問題があります。被災地では仕事を失い、いまだに職に就けない人が多数残されています。ところが、その職場の確保の見通しも立たない中で、失業手当が次々打ち切られております。この3月までに7000人を超え、9月末には全員が打ち切られる予定であります。
総理は代表質問で、被災者が生活再建を進める上で最大の不安は働く場の確保と答弁をしました。まさにその通りであります。しかし厚労省の調査によると、被災者で失業手当が切れた人のうち半数は就職先が決まっていないとのことであります。1月20日時点でこの延長、失業手当の延長の給付が終了した1039人のうち就職先が未定の人が517人もいる。これが現状であります。総理にお尋ねしますが、これまで従事していた水産加工の仕事をしたくても工場が復旧をしていない。求人といえば復興関連の土木建設関係がほとんど、しかも短期間の非正規ばかり。これでは就労に踏み出すことに躊躇するのは当然であります。職に就けないまま失業手当を打ち切られた人を見捨てるのか、このことが問われている。失業手当の延長こそ考えるべきではありませんか。総理お答えください。総理の答弁を踏まえて。厚労大臣、先に私の方から、先ほどもお答えいたしましたけれども、その雇用保険が切れた後ですね、先ほど申し上げたように今まで120日間延長したうち、非常に被災の大きかった沿岸部は、さらに90日延長してまいりました。ただこの雇用保険をずっと続けることがいいのかどうかということ、現実に今ミスマッチがあってなかなか雇用に結びつかないということは分かっておりますので、そういう意味で先月私も行って実態を見てまいりました。でハローワークの方でも、担当制を決めていろいろやっているということであれば、いろいろ努力をしておりますが、その中で私が去年の6月に工場を再建をした水産加工の会社に参りました。そしたらそこで一つ再開をし、また次今年に入って二つ目を再開するのに、皆さん職を探していらっしゃるであろうから、すぐに求人をすれば集まると思ったら、雇用保険がある間は働かないとおっしゃる方が多いと、現にそういう話も聞いてまいりました。すべてがそうだとは申しません。でもこれからは仕事の方に力を入れることが一層重要だということで、何度も申し上げているその日本は一つ仕事プロジェクトのフェーズ3で、これは産業政策と一体になってやっている。それが効果的に働いているのは釜石市でも、中小企業のグループ補助金、いくつかの会社が集まってハードを作る。そこに雇用をしていただいたら、私どもがその雇用に対するちゃんと奨励金を出すと、このような形が非常に機能しているという例もございます。ですからもちろんミスマッチがなくなるようにきめ細かくやる、それから給食をなるべく今ハロー枠に集めるようにしてますし、就職の相談会なども行ってます。そしてそれでもすぐつけない方、ミスマッチの部分については職業訓練とか求職者支援制度、そうしたものをしっかりと活用いたしまして、なんとかこれからは失業手当ではなくて仕事に結びつける、当面その、復興の計画がきちんとできて町の再建ができないと、どうしてもつなぎだということに対する皆様不安を持っていらっしゃるので、当面はつなぎでもとにかくつないで、将来はきちんとした仕事につけるという、その工程表というかスケジュール感も持って皆様にお話をしやっていきたいと、これからは雇用に結びつける方に全力を挙げてやっていきたいと、そのように考えています。塩川君。雇用に結びつける雇用創出は当然のことであります。しかし今の生活があるんですよ。今の生活において自分のふさわしい仕事が見つけられないという人を放置していいのかということが問われてるんですよ。あまりにも延長しようという話も出ない冷たい仕打ちであります。今日の朝日新聞の報道でもありましたけれども、現地の声として、会社員が会社員に、船乗りが船に戻りたいというのが当たり前だ、失業手当が切れれば震災前と同じ仕事を求めて被災地を離れる人たちが増えてくる、そういうことがどん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 広がっていったら、肝心の被災地の復興のときに、その復興の担い手の人は失われるということじゃありませんか。こういうことにつながるような失業手当の打ち切り、この被災地において自分にふさわしい仕事を見つけて復興にも貢献をしたい、こういう被災者の思いに応えるのは、当面のこの失業給付の延長でこそ可能となるんじゃありませんか。総理、改めて被災地の復興のためにも失業手当を延長すべきだ、このことに踏み出すべきだ、いかがですか。内閣総理大臣、野田佳彦君。被災地 の苦労されている、ね、被災者の皆さんのための生活再建で、
一番大事なことはやっぱり働く場の確保であると、その認識は共有をいたします。でそのためにこれまで失業給付、特例で210日分延長してきたということでございましたけれども、でこの後にこの時期において厚生労働大臣も現地に入ってさまざまな現場を見ての判断をされました。それは一つにはやっぱりハローワーク等でこれから復興で出てくる仕事ときっちりきめ細やかにミスマッチのないようなそういうような情報提供をしていくということと、それからご指摘もありましたけれども、水産加工業であるとか農業であるとかというその地域の強みを生かしていくようなそういう産業振興としっかりと連動させていくということ、そういう政策をしっかり取りながら対応していきたいというふうに考えております。篠川君。あまりにも現地の被災者の状況が見えてない発言、安定した仕事と収入を確保するために全力を挙げるのは当然のことと同時に、当面少なくとも失業給付の延長を行うべきだ、このことを強く求めるものであります。で次に八ッ場ダムの問題について、質問をいたします。我が党は八ッ場ダムについて一貫して中止を求め、流域住民と力を合わせて取り組んでまいりました。八ッ場ダム建設に道理なし、このことを訴えてまいりました。利水について言えば、首都圏の人口は停滞減少傾向になっているのに加えて、節水機器の普及によって給水の実績は減少傾向にあり、新規水源の開発の必要はありません。治水について言えば、八ッ場ダムの洪水調節機能は限定的であり、ダムを作ったとしてもその後ダムに砂が溜まっていく堆砂によって治水の機能は大きく低下消失することも明らかであります。今治水対策として行うべきことは、脆弱な堤防の強化対策やゲリラ豪雨による内水氾濫に対する排水機場などの再整備こそ急務、ここにこそ限られた予算を使うのであれば使う、こういうことこそ求められているということであります。さらには地滑りなど災害誘発の危険性もあります。この点についてまともな検証対策が行われておりません。極めて脆い火山性の地盤に建設される八ッ場ダムは地滑り被害を誘発する危険性がある、このことも指摘をされているところであります。このような八ッ場ダム中止を求める世論と運動の広がりに押されて、民主党も2009年の総選挙で初めて八ッ場ダム中止を公約に掲げました。2009年総選挙、民主党のマニフェストでは無駄遣い、不要不急な事業を根絶するとして、八ッ場ダムは中止、時代に合わない国の大型直轄事業は全面的に見直すとしておりました。それなのに野田総理は政権交代直後の八ッ場ダム中止表明を覆し、事業継続との判断を行いました。総理、なぜ八ッ場ダム中止の立場を覆したんですか。前田国交大臣。総理、八ッ場ダムについてはですね、4代の大臣の下で予断を排して予断を持たずに検証を行ってまいりました。そういうスキームを作ったわけでございます。そして昨年12月この検証の最終的な有識者委員会において継続、八ッ場継続妥当という、そういう結果を得ました。それを前提にいろんな角度から今委員が言われたような観点も含めましてですね、熟慮を重ねた結果、事業継続との判断を持ったわけでございます。実際申し上げますと、この首都圏のこの治水安全度の確保というのは、特にこの首都圏の利根川流域になるわけですが、非常に脆弱な洪水に対して脆弱な特性を持っているものですから、ここはなんとか安全度を高めたいということで、いろんな見地から検討を行いました。しかし、八ッ場ダムに勝る即効性のある代替案が見つからなかった、見出せなかったというのも一つの大きな
要因でございます。そしてまたその昭和22年のキャスリン台風のあの決壊で確か潜水100人亡くなっているわけなんですけれど、まあ、この首都圏はその後本当に大きな人口資産の集積があり、またその高度成長期に随分地下水を汲み上げてですね、地盤も相当その沈下をしております。埼玉県から東京都にかけてですね、まあ、それをそういうこともあって、治水の安全度というのは必ずしも上がっておりません。そしてまたこの流域1都5県のそれぞれの府県都県のこの安全に責任を持つ都道府県知事さん方がこぞってですね、この八ッ場ダムの継続をご主張されておりました。まあ、そういったことも含めて総合的に勘案して、まあ結論を出したわけでありまして、まあ、あくまでもこれは官房長官裁定を踏まえて適切に対応すると、こういうことになっております。塩川君。八ッ場ダムの推進の理由を述べておりましたけれども、一つだけ言っておけば、例えば治水問題について国交省が試算をした、このキャスリン台風における治水効果はどうか、この問題について私の国会での質問に対し、国土交通省はキャスリン台風のような雨の降り方のときには八ッ場ダムの治水効果はありませんとはっきりと答弁しているんですよ。こういうデタラメなことを前提にした議論というのはそもそも成り立たないということであります。今前田大臣の答弁にもありましたように、予断を持たずに検証を行ってきた結果だというけれども、その検証の進め方自身が問題なのではないのか、このことを問いたい。この予断を持たずに検証を行ってきた成果というのが、この八ッ場ダム建設事業の検証にかかる検討報告書であります。国土交通省関東地方整備局がまとめたものであります。でこの八ッ場ダムの検証を進めるにあたり、検討内容の認識を深めることを目的として検討主体である国土交通省関東地方整備局と関係地方公共団体からなる検討の場が設置をされております。まあ、今前田大臣がおっしゃったように、1都5県八ッ場ダムについて関わる1都5県の首長が参加をする検討の場が開かれ、その関係都県のダム担当の部長が出席をする幹事会が10回この間開催をされてきているわけであります。そこでお尋ねしますが、この報告書でも取り上げております、検討の場、その円滑な運営を図るための幹事会、この幹事会がこういう八ッ場ダム検証の実質的な検討の場となっているということは、まあ、報告書に見るとおり明らかと思いますが、その点を確認お願いします。前田国交大臣。お答えいたします。検討の場にはその幹事会というのを置いております。事務局的に、まあ、そういったところがこの検討の場のこの議論をする場の設定をやっているものというふうに承知をしております。それから一点申し上げますと、先ほど委員はこの国交省でしたでしょうか、建設省だったでしょうか、国交省のその八ッ場ダムにキャスリン台風と同じ雨が降ったときにどの程度の治水効果があるかということを、まあ、問うたところあまりないという答えだったというふうにおっしゃいましたが、それはあくまでもキャスリン台風というむしろ利根川のその東北の方に降雨が集中的に降ったそのパターンで再現するとそういうことになるということであって、八ッ場ダムというのは吾妻川流域という非常に大きな流域700方キロに対して効くダムでありますから、降雨パターンがそちらの方に触れた場合にはまたその効果が全然違ってくる、まあ、平均すると
まあ、目標流量に対して、大体1000リューベぐらいの、まあ、洪水調節効果があると、こう見積もられております。塩川君。いや、ヤンバダムを作る理由として、建設庁、国交省はずっと言ってきたのは、カスリン台風の話なんですよ。そのカスリン台風の場合どうかということについてシミュレーションしたら治水効果はありませんって言うんですから、こういうデタラメな説明で推進をしてきたっていうそのこと自身が問われてるんじゃありませんか。前田国交大臣、いやいや質問してません、まだしないの、ええ、検討の場の規約におきましても検討の場における会議の円滑な運営を図るため幹事会を設置するとあります。で関係する首長が参加をするこの検討の場というのは、まあ、実質1回しか開いてないんですよね。でそれに対して幹事会は10回議論を重ねてきております。でその中では今後の議論の進め方についてとか、雨量データおよび流量データの点検の進め方とか、基本高水の検証の進め方とか、利水参画継続の意思および開発量についてなど、まあ、いくつもの論点を挙げて議論を行ってきているわけであります。ですから幹事会がヤンバダム検証の実質的な検討の場となっているわけであります。そこで改めて大臣に確認しますが、幹事会を構成するのは1都5県のヤンバダムに関わるような関係部長だと思いますが、いかがですか。前田国交大臣。お答え申し上げます。構成員はですね、この1都5県の、まあ、大体がその企画部長、土木部長というようなペアになっております。まあ、東京都なんかは、そこに水道局長が入っております。まあ、合計2、4、6、8と12、13、そして関東地方整備局の河川部長、まあ、14人で構成されていると。いうふうに承知をしております。塩川君。ダムに関わる担当部長が出席している実務者の場、まあ、実質的な検討の場が幹事会となっているわけであります。で国はヤンバダムは治水利水などの地方の要望に応えるものと説明してまいりました。で幹事会の議事録を見ていきますと、例えば第1回幹事会の議事録を見ると、群馬県の県土整備部長は完了が間近な段階になっているんです。でそういうダム事業をこれから検証するのはどうもなじまないと述べ、検証そのものが不必要と言わんばかりの発言をしておりますが、そこでお尋ねしますが、この幹事会のメンバーである群馬県の県土整備部長っていうのはどこの出身の方だかご存知ですか。前田国交大臣。お答え申し上げます。群馬県の県土整備部長は国土交通省からの出向者であります。塩川君。ですから検討の場といって地方の代表が誰かと思ったら国交省からの出向者なんですよ。続けて聞きますけれども、こういった検証が必要ないと言わんばかりの人物は国交省からの出向者確認しました。次に茨城県の土木部長は同じ第1回の幹事会で、なるべく早く結論を出して速やかに対策を講じていただきたいとヤンバダム推進の立場で発言をしています。この茨城県の土木部長はどこの出身の方ですか。前田国交大臣。茨城県の土木部長も国土交通省の出向者でございます。塩川君。茨城県の土木部長も国交省からの出向者です。地方の代表かと思ったらそこにも結局は国交省の人間が行ってるという話であります。で加えて茨城県の企画部長、この人も第1回の幹事会で、中止の方針を持ってこの検証作業に当たるのではなく、予断なく検証される点について確認したいと、要するに中止方針は前提にするなと
推進の立場で発言をしています。この茨城県の企画部長はどこの出身の方ですか。前田国交大臣。これは総務省か、どこだ。茨城県の企画部長も国土交通省の出身であります。ただしこれは検討の場の事務局を構成しているわけで、第1回のこの検討の場には群馬県知事、埼玉県知事、千葉県知事、栃木県知事が出席して、むしろこの議論を中心に検討を積み重ねてきたというふうに承知をしております。委員長。塩川君。いや、検討の場というのは1回しかやってないんですから、10回重ねている幹事会が実質的な検討の場となっている。で、この茨城県の企画部長も国交省からの出向者であります。でさらにお尋ねします。第3回の幹事会の場で千葉県の県土整備部長は、検証作業によってダム建設が明らかになった場合には速やかに本体工事に着手して早期に完成を図るよう強く申し述べたいと、ダム建設を督促する立場で発言をしております。でこの千葉県の県土整備部長はどこの出身の方ですか。前田国交大臣。千葉県の県土部長は国土交通省の出向者でございます。前田大臣、その幹事会14人のうち何人国交省がいるのか言うた方が早いよ。それは塩川さんも質問の順番あるやろが。いいです。分かる？はい、いやもう国交省分かるの？もう一枚。委員長ほら。はい、どうぞ質問して調べてください。はい。千葉県の県土整備部長も国交省からの出向者であります。ちなみに埼玉県の企画財政部長は、総務省からの出向でもあります。でそれぞれ その担当の都県の課長クラスにも国交省からの出向者っていうのはいるんです。で要するに幹事会を構成する関係1都5県のうち3県の部長は国土交通省からの出向であり、総務省からの出向者も含めると6県のうち4県の部長が国からの出向者になっているわけであります。人数においても幹事会全体の約4割が政府からの国からの出向者で構成をされています。総理、率直にお尋ねしますけれども、ヤンバダム推進の立場の国交省の関係者ばかりが集まってどうしてまともな検証につながるんですか。お答えください。野田義彦以降内閣総理大臣。ちょっと国交省の出向者が多いなという感じはありますが、それはそれとして余談なく検証してほしいというふうに思います。塩川君。それはそれとしてってのはどういうことですか。野田内閣総理大臣。4人の大臣の下でしっかりと予断なく検証してきて、その結果を受けて前田国土交通大臣が判断をしたというふうに思います。塩川君。予断なくじゃないんですよ。もう推進という予断のもとにやってるっていうのがこの幹事会の構成なんじゃないですかって聞いてるんですよ。もう一回お答えください。前田国交大臣。前田国交大臣。総理が答えてるんですから。総理。お答えいたします。先ほど4名の出身についてご質問がありました。その4名が国土交通省出身でございまして、全体で13人ですかおられますが、そのうちの4人が国土交通省ということでございます。それから申し上げますが、あくまでもそういうスキームで検証を重ねてきた、その結果についてその有識者委員会で 最終的にその検討のプロセス等に瑕疵はなかったということだけは確認をさせていただいた上で、あくまでも最終的にはいろんな観点からこの熟慮を重ねた上で国土交通大臣において判断をさせていただいたと、こういうことでございます。塩川君。いや、検証の内容以前に検証の進め方が問題なんじゃないかということを聞いてるんですよ。国土交通省の人間ばっかりが集まって検証すれば、推進してきたっていうヤンバダム、ゴーサイン出そうという方向になるのは、あまりにも明らかじゃありませんか。こういう検証の場、検討の場を設定したこと自身が問われてるんですよ。それを行ったのが民主党の内閣であります。
このことを問われなければなりませんし、ヤンバダム検証の検討主体がヤンバダムを推進してきた国交省であること自体が問題で、加えてヤンバダム関係6都県のダム担当部長の多くが国交省からの出向者となれば、身内の検証ということでしかない、信頼度はゼロであります。ダム事業を担当する少なくない関係都県の部長や課長職が国交省の出向先になっているなど、結局国交省を中心にしたような、いわゆる河川村みたいなものがダム見直しの障害となっているということが、こういうところにも見て取れるのではありませんか。これに加えて、このような関係都県と一体となった国交省中心のヤンバダム推進の仕組み、それに加えて取り上げたいのが天下りの問題であります。国交省に要求した資料によれば、2004年度から2008年度までのヤンバダム関係の工事及び業務契約は470億円に上ります。でヤンバダム関係の工事及び業務契約した企業や団体に、2004年度以降国土交通省からの天下りが何人いるのかについて、お答えください。前田国交大臣。1000万円以上のヤンバダム関連の工事または業務について契約を行った167法人のうち46法人に国土交通省から延べ104名が再就職をしております。委員長。塩川君。この2004年以降の8年間で46法人104人の天下りが行われていたわけであります。でこの天下りを受け入れた48法人のヤンバダム関連の契約額も約150億円、これは2004年度から08年度にかけてでありますが、約150億円に上ります。で私の調べでは、そのうちヤンバダム検証の検討主体である関東地方整備局からこの天下りは16人に上っているということでありました。ここにもありますように、上からの3段目のところにある社団法人の関東建設交際会には関東地方整備局から7人の天下りがあり、受注額は4億8000万円に上ります。また上から2番目にありますダム水源地環境整備センターにも関東地方整備局から2人、受注額は5億1000万円に上っています。でこのダム水源地環境整備センターに天下ったものの中には、栃木県の土木部河川課長に出向していた国土交通省の関東地方整備局の幹部も含まれている、こういうところにも国と関係都県と行ったり来たりして、で結局は同じように、ヤンバダム関連の業務を受注している法人に天下っていくという構図になっているわけであります。ダム水源地環境整備センターには国交省から全体では9人が天下っているという状況であります。ちなみにこの関東建設交際会というのは、理事長と専務理事、それからダム水源地環境整備センターについては理事長職が5代続けて国交省からの天下りとなっている典型的な天下り法人であります。総理、お尋ねしますが、ヤンバダムを必要としているのは国民や県民ではなくて、こういった天下りを受け入れる受注企業や団体、天下りをしているような国交省 OB だったんじゃありませんか。お答えください。前田国交大臣。今ご指摘のことなんでございますが、この交際会も含めてですね、河川のこのヤンバダム関連の調査というのは極めて専門的な分野ですから、どうしてもあるこういう調査関係のところに集中しがちでございます。しかしそういったところを含めてですね、この検討の場でやってきたことについては、
要するにこの数値計算であったり今までの調査であったりそういうことが今までやってきたことが瑕疵がないかということを調べた上でその計画について最終的には、本省に設けられた有識者委員会においてその検討のプロセスに瑕疵がなかったかどうか今委員がご懸念のようなところについて瑕疵がなかったかどうかというのをしっかりそこを見ていただきましてその結果瑕疵がないというふうな報告を受けているところであります。塩川君。いや幹事会の構成メンバーが国交省の人間ばかりなんていう検証はどこにもありませんよ。そんな議論なんてどこにもやってない。大体そういう専門性っていう口実で天下りを容認してきたっていうのは自公政権以来同じ理屈でありますよ。でそもそも天下り根絶って言っていたのが民主党だったんではありませんか。でヤンバダムに関連しても天下り法人の多くはヤンバダム関連の調査業務とか測量業務を請け負っています。ヤンバダムについては地滑り被害の危険性が指摘をされていますけれどもこの事業継続の一つの鍵ともいえる17の地質調査業務のうち12業務を天下り法人が受注をしています。地質のほかにも安全性の評価に関わる代替地の実施設計とかダム本体修正設計といった業務が天下り法人に集中をしている。天下り法人のまとめた調査報告書の結論はどれも事業や妥当安全性を妥当としたものばかりであります。結局ヤンバダム推進の国交省からの天下り法人がヤンバダム推進のお墨付きを与えるこれでまともな結論が出たと言えるのか総理にお尋ねしますけれどもこういう天下りも返上して幹事会の構成も見直してしっかりとした検証をやり直すそれなしにヤンバダムは推進はしないこのことを言明できませんか。岡田行政改革担当大臣んこういうのは改革でしょう。はい、岡田君答えてください。委員長30秒しかありません。総理に聞いてるんですから、はい。天下りの問題については政府としても従来からその根絶に向けて取り組んでいるところでございます。その以前からということはあったかもしれませんが今後ともしっかりと天下りの根絶に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。はい、総理野田内閣総理大臣10秒ぐらいしかありませんから。はい、関係自治体への執行であるとかですね、受注企業への天下り状況等はご指摘の通りだったんだろうと思いますが加えて専門家とか有識者の会議も経ながらの意思決定をしてきているというふうに思いますので、予断なくプロセスをたどってきたというふうに思いますし国土交通大臣には官房長官の裁定をしっかり踏まえた対応していただきたいというふうに思います。塩川君。天下りの根絶を公約に掲げて民主党も結局自公政権の継承者となったとこのことをはっきり示すものでした。企業団体献金の禁止や天下りの根絶でダム利益共同体の解体を求めるとともにまともな検証なしのヤンバダム推進の結論を許されないとヤンバダムのような無駄遣いを継続しながらの消費税増税などとんでもないということを述べて質問を終わります。